しのちゃん、大きな胸にも苦労あるんだよ。ほう。では私は巨乳、アリアは控えめな胸、互いに体験してみようじゃないか。これは確かに肩が凝るな。苦しい。貧乳も大変だね。なんかこれ、私がめった打ちじゃないか。相手の監督、女って言ったのに、もっとこうボインつか、テンション上がんねつか、色消せろじゃー。俺を途中に返せ。ぶちから、せお風呂ね。みんなが行くって言うから様子見がてらついてきたけど、相変わらず見事なぺったんこだな。なんですって？メンマは私の男だ。そこんとこ忘れんなよ、ぺったんこ。ぺったん。日向に初めて怒りを覚えたわ。どんなキャラよ。おっぱいがちっちゃくて。やっと。死にたいの。そうでしょ。殺してあげるね。僕はただ、みはりちゃんのいいところを参考に。どこがいいところよ。ちっちゃいおっぱいは、ちっぱいはいいところだよ。ちっぱい言うな。本当にいやらしい犬ね。でも私は寛大なご主人様だから、夢の中ぐらい許してあげて。遮るものもない大変だ。三脈。私はほら、栄養ためとく袋あるし。セラ痛い。ああ、便利な袋ですこと。不思議だわ。どうして姉妹でこうも違うのかしら。しかし贅肉、所詮は贅肉なのよ。無駄な肉は排除するべきなのです。セラ怖い。ミハリちゃんほどのダブルAカップというチッパイは限りなくレア。そんな個性いらんわ。確かに漫画も個性が強いと嫌う人もいる。でも僕はそんなチッパイミハリちゃんが大好きなんだよ。だからその好きなところを新キャラの参考にしたくて。あんたに好かれても嬉しくないわよ。では山上くん、よろしく。ちょっと緊張します。まあリラックスしてくれたまえ。どれどれ。出っ張りで下が見えん。君はけしからんな。いきなり怒られた。よいしょっと。私ちゃんと仕事できてましたか？山上くん、いろいろ気をつけなさいよ。真面目に仕事してるつもりなんだけどな。次は三好くん、よろしく。よろしくお願いします。お、女性にしては背が高く、肩に乗るのにちょうどいい高さだぞ。意外と肩幅広いから乗りやすいし、山上くんと違って下もよく見える。ああ、なぜ褒めてたのに。ちっちゃいと恥ずかしいに決まってるでしょ。その恥ずかしがってるところがいいんだよ。したことか。私にとって得なことがないって言ってんの。そんなことないよ。狭い隙間とか通れるじゃん。どうでもいいわ。肩も凝らないよ。みなみちゃんは 100m 走お姉ちゃんと同じタイムなんだよ。へえ、そうなんだ。
でも実際競争したら胸の差で私の勝ちなんてね。その前に身長の差でみなみちゃんじゃないかな。華麗にスルーされたな。あなたは未来から来てこの過去を変えようとしている。そうですね。あ、確証はないがそんな気がする。お前俺の知り合いか。いいえ、あなたにお目にかかったのは初めてです。だよな、巨乳じゃなさそうだし。セクハラセクハラセクハラ。悪かったよ。言っとくが俺は貧乳も大好きだぞ。17歳高校生男。そっちの方は納得だけど、メガネの方は怪しいな。ペアが女ならな。16歳高校生。俺も男だ。まるで板のようだ。やっぱり男だったか。あれはさすがに分かりやすかったな。この目つきの悪い女の子は狼涼子、高等部1年で通称狼さん。そして赤毛の女の子は赤ずきんちゃんこと同級生の赤いりんごさん。残念なまでに胸のないこの狼さんと赤ずきんちゃんが本物語の広い。この犬はね、人の胸触って大平原呼ばわりしたんだから。それに大平原は事実ですよね。私は山脈ですけど。シエスタ、あんた起きてたわね。まあ、ここは大平原も山脈も両方素晴らしいってことで。そうですか。いや、山脈のがちょっとだけいいかな。もう成長の望みがない年で、胸が真っ平らのセラ。人の好みはいろいろだから。そうです、そこまで大きな膨らみが好きだというのなら、私があなたの体に大外を突っ込んで仕上げた。あとは任せて。なのですわ。極端な高度ね。ブランとプルルートも着替え終わったみたいですわね。ヤッホーイ。おう、かわいい。あらあら、ねえねえ。あらまあ。おい、今胸見て言っただろ。え、そんなことは。ただ大人として認めてもらえるか心配ですわねってぼんやり思っただけで。はっきり言ってんじゃねえか。あはは、きっと大丈夫よ。女神にとっては年齢なんて合ってないようなものなんだし。まあ当たって砕けろですわね。入刀チェックお願いしますわ。ようこそ R18 アイランドへ。とう、あなたは大人か。当然ですわ。クリアです。 R18 アイランドをお楽しみください。お仕事ですけれどね。さあ皆さんも。ええ、大人だよ。本当に18歳以上ですか。はい。はーい。本当に、本当だって。疑われてる。本当は幼女でしょ。幼女じゃねえよ。その胸で。行くぞ。当たって砕きましたわね。糸からとヘラとクラと
忙しいね。